操縦経験の申告を願います。マスター、操縦経験一切ない。悪いか。了解、サポートします。マスター。そんなこんなで、これから始まるのはブレンという不思議なやつと僕らの冒険の物語。そしてここが僕らの出会う星 EDN サード。おっと、どうやらブレンがやってきたみたい。一番星で、星がキラキラ。あ、なんだ、着いたか。EDN サード、キンキラだ。待ってろよ、今すぐそこまで。いっつー、大冒険の始まりだ。俺、命がけ。ブレンタイン、超高モード解除時に持ち場を離れるとは厳罰だ。鬼ジョーカー、申し訳ありません。どうしてもあいつをこの目玉に見せつけたい。行動理由など聞いていない。それと私は確かに鬼だ。はい、いえ、申し訳ありません。ウォルター教官殿。何の騒ぎだ。ドンパチ敵か。このままでは目的地を前に野垂れ死にだ。手を打たず死を待つのは性に合わん。かけてみるか。レンタイン、いつまで見取り手いるつもりだ。申し訳ない。あ、いい？教官、何をする
撃だ、ブレン。出撃？なんで俺、それにどうやって吹っ飛べるネクスト、目覚めの時だ、起動せよ。起動確認ですが、作戦行動開始予定には326時早いようです。緊急事態だ、敵襲を受けている。認知。領空内に多数の所属不明機が急速接近中、接触まで 2.41 時。そういうことだ。プラン W を実行する。プラン W 確認。搭乗者登録が不可欠なモードです。搭乗者は私、ウォルターとブレンだ。え、俺？確認。では続いてメイン搭乗者による記名登録を。ブレン、登録しろ。え、何？登録？こいつに名前をつけてやれ。出ないと起動せん。え、なら誰だ？ギンギラ！ギンギラ、登録確認。大きく出たな。いいだろ。重力干渉区域だ。ナビゲーションは私に回せ。了解。ギンギラ、メイン搭乗者レベルを設定。操縦経験の申告を願います。マスター。一切ない。マルイカ了解。ギンギラサポートします。行くぞギンギラ、一番星だ。了解です、マスター。終わったか。はい、マスター。周辺の敵機数減少、戦闘中域から離脱していく敵兵の存在も確認しています。仕事はできたようだな、ブレン。だがこのマシンの実力はまだこっ。やった、どうギンギラ、初めてだったのに俺ってすごい。おめでとうございます、マスター。調子に乗るな、ブレン。どうか大気圏突入まで時間がない。機体状況は。惑星の引力に機体が引き寄せられています。大気圏突入シークエンスを起動。まずいな、正規の突入ラインからもずれた。このまま星屑か。だがこの機体なら一か八か。え、一か八かって何？命がけという意味だ。このまま大気圏突入を行う。それが1と8。生存確率を上げるためVS からコックピットボットを強制排出後、突入ラインにランデブルさせます。了解だ、ブレン、命をかけるぞ。命がけか、だったら受けて立つぞ。よし、大気圏突入だ。はい、教官。ギンギラ、やってくれ。確認、マスター。あとはギンギラにお任せください。ああ、でもギンギラはどうする気だ。発見、捕獲されない区域を検索、着陸後は移送モード、状況により自爆モードを起動します。自爆って、そうか。でも大丈夫だギンギラ、俺たち3人命がけならな。了解、マスター。ボットを切り離します。ギンギラ、ご機嫌よう。くそ、これじゃ一番星じゃない。ギンギラ流れ星だ。流星が落ちてくる。紅の流星。Yeah.
のようだな、ブレン。寝ている暇はないぞ。了解です、教官。ギラギラ、本当に真っ白だ。そうだ、雪という行くぞ、ブレン。本体へ合流する。ミスだ。だったら射程算出のサポートプログラムを使えばいいのに。それこそノンだね。射撃に関しては自身の目と腕を信じるのみ。無謀な新入りだな。この子ってば EDN セカンドから来た特別編入隊員じゃない。VS 初登場で大気圏突入って。ノン、冗談なら笑えないよ、ジュリー。大体新入り訓練隊員レベルで VS など操縦すら。見て、データは正確。それにこの VS ピーキーで操縦には腕がいるって話、クリス君なら知ってるくせに。ああそうさ。だったらそのバカ、運だけは強いってことだ。帰還する。ムキになっちゃって珍しい高いところから落ちてきたバカ。確かにまるで伝説のスターダストボムズみたい。そんなこんなでブレンのやつが EDN サードへやってくるまでにそんなこんながあったなんてことを僕はまだ知らなかった。Just die.